10月29日日曜日、米国日系レストラン協会 JRA 主催によるフードイベント寿司&酒フェスティバルがユニバーサルシティで開かれました。関係レストランや諸団体、企業の協力により、寿司とお酒を中心に日本食各種を取り揃えた食べ放題飲み放題のイベントで、今年で22回目。日本の11月1日が寿司の日であることにちなんで、毎回この時期に開催されており、今年は1000枚のチケットが完売しました。皆さんにお寿司を、まあ、お酒もそうなんですけど、それを広めていこうっていうのが始まりです。もう本当の寿司を食べていただくという意味では、寿司源さん、勝也さんが握った、本当一流のシェフが握ったお寿司を一人でも多い人に食べていただいて、あ、これがお寿司なんだなっていうのを分かっていただけるっていうのが趣旨でもあります。オープニングでは太鼓演奏の後、関係者一同による鏡開きが行われました。寿司コーナーでは寿司職人がずらりと並び、次々と寿司を握っていきます。他にもたこ焼き、おでん、各種シーフード、スイーツなどが用意されました。中庭では焼き鳥、そしてラーメンが振る舞われました。酒コーナーではビール、焼酎、日本酒の各銘柄が出店。来場者は様々な種類のお酒を飲み比べていました。またステージではアトラクションとしてマグロの解体ショーが行われ、多くの観客の注目を集めました。 JRA は日本食業界の技術・衛生面の向上や法律・ビジネス面でのサポート、そして日本食のアメリカでの普及を目的に1999年に設立されました。日本食おいしいなと思っていただいて、こういうイベントが1年に1回あるっていうので、 JRA という団体があるんだということを認識していただいて、でもっと日本食業界の活性化につなげていければなとは思っております。10月29日日曜日、リトル東京のメリノール日系カトリックセンターで日系ヘルスフェアが行われました。これは日系コミュニティ向けの無料の健康相談で、高齢者を守る会と日系医師会との協力により開催されました。会場には内科、心臓科、整形外科、歯科などが設置され、それぞれの専門医たちが参加者に対し日本語で丁寧に対応。有料の血液検査には様々な年齢層の参加者が列を作りました。日系社会の高齢者の健康維持のために我々目標を持ってやっておりますので、その一環として今回の日系ヘルスフェアになりました。このヘルスフェアはもともと趣味の会である大正クラブが1971年に始めた活動で、日本語で健康相談が受けられるイベントとして長年続けられてきましたが、2018年、会員の高齢化に伴い会を解散したことをきっかけに中断していました。そのドクターと英語でコミュニケーションを取るというのが難しい場合がありまして、心細いんですね。こういう場を通じてドクターと知り合ってると、あの場合には他のドクターにお世話になれるかなっていうような安心感があると思うんですね。日系医師会はコミュニティの医療サービスの向上を目的とする団体で、過去の健康フェアにも参加してきた医師を含め、今回30名が協力しました。You know, there was the recent selling of the Cato nursing homes. We felt there was a need to at least try to fill that gap, even though we don't have any property to take care of them. If we can provide assistance with that, that would be our goal, just to help the community. この日はおよそ150名が参加。高齢者を守る会と日系医師会は、今後も毎年このイベントを続けていきたいとのことです。南カリフォルニア日系人学生会協議会 INC のネットワーキングイベントが10月14日、プラヤデルレイのドッグウェイラーステートビーチで開催されました。INC は南カリフォルニアにある大学の日系スチューデントユニオンらが集まって組織された団体です。現在13の大学の日系学生団体が加盟しています。この日行われたビーチデーは、加盟大学の学生たちの親睦会でおよそ350人が参加しました。
Because INC is made up of 13 schools across Southern California, it can be hard for schools to connect and kind of meet each other. So opportunities like these are a great way for us to kind of become closer as an organization, especially at the beginning of the school year when there's a lot of new members. 最初はそれぞれのグループで集まっていた参加者も、アイスブレイキングのゲームなどで次第に打ち解け合い、新しい友達や仲間と共に楽しいひとときを過ごしました。INC では学生同士の交流のほか、各分野で活躍する日系のプロフェッショナルを招いての勉強会や、日系のコミュニティイベントにボランティアとして参加するなどの活動を行っています。There is a lot of Japanese American history, and I think with that history comes a lot of solidarity. And we really want to create like a great community here of college students who either identify with the Japanese American identity or like are interested in the culture. All of these NSUs, like Nikkei Student Union chapters, have their own community, and I think this is a great way for us to kind of be an intercollegiate like community. And that's like honestly what our council is about.ゲームやアニメなどで世界的に人気のコンテンツ、ポケモンのキャラクターやその世界を日本の工芸技術で作った展示会、ポケモン×工芸展、美と技の大発見がハリウッドのジャパンハウスロサンゼルスで開催されています。展示会では漆工芸、陶芸、染色、金工など様々な技法と素材を用いてポケモンを表現した作品70点以上が紹介されています。入場は無料。詳しくは japanhouse.la.com でご確認ください。ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト jhollywoodnet.com でもご覧いただけます。